浮雲は、1955年公開のナルセミキオ、監督による日本映画。原作、林文子、脚本、水木陽子という不正室の作家二人の大作で、監督のナルセと主演の高峰秀子にとっても生涯の代表作となった。なお、若き日の岡本喜八が、チーフ助監督を務めており、撮影、美術、音楽などで、 なるせ組の名スタッフが勢揃いした作品でもある。小津安二郎は、俺にできない写真は、溝口の、祇園の姉妹となるセの、浮雲だけだと語っている。戦時中の1943年、農林省のタイピストとして、通院へ渡った幸子は、同地で農林省技師の富岡に会う。当初は、富岡に否定的な感情を抱いていた、幸子だが、 やがて富岡に妻がいることを知りつつ二人は関係を結ぶ。終戦を迎え、妻、美子との離婚を宣言して富岡は先に帰国する。後を追って、東京の富岡の家を訪れるゆき子だが、富岡は妻とは別れていなかった。失意のゆき子は、富岡と別れ、米兵の上司になる。そんなゆき子と再会した富岡はゆき子をなじり、ゆき子も富岡を責めるが、 結局二人はよりを戻す。終戦後の混乱した経済状況で、富岡は仕事がうまくいかず、米兵と別れた雪子を連れて、伊香保温泉へ旅行に行く。当時のボルネオというの宮の主人、聖吉と富岡は行き統合し、二人は店に泊めてもらう。聖吉には、年下の女房お姓がおり、彼女に見せられた富岡はお姓とも関係を結ぶ。雪子は、 その関係に気づき、二人は、イカホを去る。妊娠が判明したユキコは再び、富岡を訪ねるが、彼はお生と同棲していた。ユキコはかつて低層を犯された義兄の岩杉王に、借金をして中絶する。術後の入院中、ユキコは、新聞報道で、聖吉がお生を考察した事件を知る。ユキコは、新興宗教の教祖になって、金回りが良くなった岩を訪れ、 養われることになる。そんな、幸子のもとへ落魄の富岡が現れ、く子が病死したことを告げる。富岡は新任地の薬島へ行くことになり、体の不調を感じていた、幸子も同行する。船内で医者からは、薬島行きを止められるが、幸子は無理強いをする。しかし、幸子の病状は急激に悪化し、現地へ着いた頃には、身動きもままならない事態に陥った。 ある豪雨の日、勤務中の富岡に、急変の知らせが届くが、駆けつけた時にはすでにユキ子は、こと切れていた。他人を尻け、富岡は泣きながら、キ子に、主化症を施した。街頭に掲示されていたポスター。ありがとうございます。